オランダ領東インド、オランダ領東インド諸島、オランダ両東インド諸島、通称オランダ領東インドは、かつてオランダが創始国として支配した東南アジア島諸部に存在した植民地国家、あるいはその領域を指す名称である。その支配領域は、ほぼ今日のインドネシア、2005年現在のファントにあたる。総督府所在地は、バウテンズルグ。 現在のボゴールにあった。オランダによる、現在のジャカルタ占領から始まった東インド支配については、300年、または350年に及ぶ植民地支配という呼び方があるが、今日のインドネシアの半島を表す、サバン、スマトラ島西,西北部にある町から、村受け、ニューギニア島西東端の町までの領域をオランダがほぼ完全に掌握したのは20世紀。 初等のことある。英語では、と表記する。戦前の日本では、看護表記の、乱量とインドから、乱印の略字がよく用いられた。オランダ人がこの海域に到来するようになったのは16世紀末のことである。ポルトガルの植民地などで働いた、オランダ人、リンスホーテンの情報により、1596年、オランダのハウトマンの戦団が、スんだ海峡に面した。 ジャワ島西北岸のテ天港に到達した。ハウトマンは、故障交易で繁栄していたテ天王国との間で、交易関係を築くことも苦論んだが、結局その試みは失敗し、暴力的略奪と住民殺害によって、わずかの香辛料を本国に持ち帰るだけ終わった。しかし、オランダ人にとって、マダガスカルからインド洋を越えて、 ジャワに至る新航路を開設したことの意義は大きく、彼の帰還によって、オランダでは、東方航海への関心が高まった。1598年、オランダは、バンテン王国によって、バンテンに召喚を設置することを許可され、さらに東方貿易を一元化するため、1602年、オランダ東インド会社、ベリニヒデスティンディ社コンプに、以下 VOC と略すを設立。 1609年には、この召喚における活動を統括する、を置いた。しかし、VOC は、番天では王国に警戒されて、思うような交易上の成果を上げることができなかった、ため、1619年、番天東方に位置する、ジャヤカルタ、現在のジャカルタに新たに召喚を置け、この地を、バタビアと、改めて、オランダ東方貿易の拠点として、 都市建設を進めていった。VOC は、その後、マルク諸島での高流独占を図るため、アンボン島でのポルトガル人排除、バンダ諸島征服などによって、貿易独占の達成に成功した。このように VOC は、当初、港と商館を中心とする公易独占によって、利益を上げていたが、17世紀後半から、ジャワ島内陸部へと進出し、 領土獲得に熱意を見せるようになった。すなわち、獲得した領土で、当時の有力商品であるコーヒーなどを栽培し、これを輸出することで利益を上げるためである。いわゆる、点と線の支配から、面の支配への転換を図ろうとしたのある。VOC は、ジャワ島内部の王朝間での戦争や、核王家内での後継者争いなどに介入することで、17世紀後半には、 マタラム王国を衰退させ、そして1752年には、バンテン王国を続国とすることに成功し。しかし、領土獲得のために用した、莫大な戦費と、会社自体の放満経営のために、VOC の経営は悪化し、1799年、VOC は解散することになった。その後を引き継いで、植民地経営に当たったのは、すでに本国オランダを占領していた。 フランスの衛星国となったバタビア共和国である。東インドの領土、財産、負債などの一切を VOC から受け継いだオランダ政府であったが、19世紀初頭、フランス革命以降のヨーロッパ政局の混乱の波に襲われたナポレオン戦争の功を参照。オランダ本国はフランスに併合され、また、オランダの海外領土はイギリスの統治を受けることになったのである。 1811年から1816年まで、ジャワ島の植民地経営に当たったのは、東南アジアにおけるイギリスの植民地経営に中心的な役割を果たしていたラッフルズである。そのラッフルズのジャワ島経営は短期間に終わったが、彼の下で開始された土地測量や税制改革は、その後のオランダによる植民地経営にも一部引き継がれた。 1814年、オランダとイギリスの間で締結されたロンドン条約では、オランダがスマトラ島を、イギリスがマレー半島を、それぞれ影響権に置くことを相互に承認した。今日のインドネシア・マレーシア間のマラッカ海峡に大きな国境線が引かれることになったのは、この条約に橋を発し、1824年のエーラン協約で確定したものである。 1820年代から1830年代にかけてオランダは深刻な財政危機に直面した。フランスの7月革命の影響等で1830年にベルギーが分離独立したためオランダ本国は有力な工業地帯を失った。また東インドでは1825年にジャワ島のマタラム王家のディポネゴローをリーダーとする反乱、ジャワ戦争が起こり、 同時期に、スマトラ島でも、イスラーム改革派、パドリ派と、反、パドリ派の率に橋を発するパドリ戦争が起こったため、軍事費が増大した。こうしたオランダ本国の財政状態を改善するため、東、インドに導入されたのが、東インド総督による栽培制度、日本では強制栽培制度と訳されることが多いである。これは、現地住民に、 指定の農作物を強制的に栽培させ、植民地政府が独占的に買い上げるというものであった。指定栽培されたのは、コーヒー、砂糖、キビ、アイ、インディゴ、茶、タバコなど、国際市場で有望な農産物である。東インド植民地政府は、農産物をヨーロッパなどへ転売して莫大な利益を上げた。この制度は、オランダ本国の財政赤字を解消しただけでなく、 産業革命期に入りつつあったオランダのインフラ整備にも大きく貢献した。しかし同時にオランダ経済の東、インドへの依存度を高めることにもなった。この制度は栽培を強制された住民には大きな負担となった。収穫された農作物は植民地政府の指定する安い価格で強制的に買い上げられた。さらに従来稲作を行ってきた水田で 愛や砂糖キビなどの商業作物の栽培が強制されたため、強作が重なると深刻な基金を招くこともあり、合死者も出た。一方、この制度の施行期間中に、ジャワ島の人口がほぼ倍増したことを指摘して、暗黒面だけを強調するのは妥当ではないとする意見もある。1854年に施行されたライン島地方によって、 強制栽培制度はかなり緩和され、それに続く自由主義政策の処方期により事実上廃止されることになったものの、強制栽培制度による現地住民の区域と飢餓の実態は、小説マックス・ハーフェラール・マックス・ホバロアによって告発された。東インドで勤務した経験を持つオランダ人エドアルト・ダウェス・デッケルがムルタトゥーリの筆明で1860年に、 発表した、この作品は、オランダ文学の古典とされる。この小説は、オランダ本国で大きな反響を呼び、強制栽培制度を非難する声が高まった。このため、1860年代以降、同制度は、国際競争力のなくなった品目から順に廃止されていった。また、農作物に代わる新たな産物として、 産業革命による石油資源の国際市場における重要度の高まりを受け、油田の開発が始められた。1883年、スマトラ島東岸での採掘が許可され、1885年に採掘に成功した。採掘に当たったロイヤルダッチ社は今日のロイヤルダッチシェルの前身である。自由主義政策時代の末期になると、現地民の急迫ぶりは、 一層目立つようになった。現地民の生活状態の悪化は、オランダ製品の購買力を減少させることになり、オランダ資本にとっても好ましくなかった。また、人道上の理由もあり、オランダ本国ではようやく従来の自由主義を、改めて現地民の福利向上を図るべきだという声が強まってきた。こうして、1901年以降、 倫理政策と呼ばれる政策が取られるようになる。倫理政策時代には、給料の安い現地民の下級職員を、植民地支配の道具として利用することを目的に、要請するため、初等、中等学校が新設された。また、医師学校、管理要請学校なども設けられ、オランダの大学に留学する者も全受に増加してきた。倫理政策により、 オランダによる植民地統治のための現地民は、人民から世襲的な権力と威信を無視され、突如として一般人民同様の取り扱いを受けるようになり、結社の自由も緩和され、比較的短期間に諸組織、ブディウトも、とりわけイスラム諸組織加入者が数百万に増加したサレカットイスラム。こうして、インドネシアに知識層、反知識層が生まれ、 現地民の組織化も進行し、民族自立の旗印が掲げられるようになったが、依然として、インドネシア人による自治は許されず、オランダによるオランダのための過酷な植民地支配は続いた。1939年9月1日に第二次世界大戦が勃発し、1940年5月15日にはドイツの侵攻を受けて、総主国オランダは降伏し、 王室などはイギリスへ逃亡し、亡命政府を創設した。以後、第二次世界大戦終結の直前まで、オランダ本国はドイツの占領下に置かれた。一方、オランダ本国が降伏した後も、ランインは、オランダ亡命政府参加であり続け、在東インド植民地軍による統治が続いていた。このため、戦略物資の調達をめぐり、1930年代、 および1940年前後には日本と現地政府の間で日乱解消が行われた。オランダ領東、インドへは1942年2月末に日本軍が侵攻した。10日ほどの戦闘の後、在東インド植民地軍は全面降伏し、オランダ人の一部はオーストラリアなどの近隣の連合国に逃亡した。以後、東インド全域は 日本の軍政下に置かれた、オランダによる350年の東インド支配が実質的に終了したのである。その後日本軍は、これまで東インド植民地政府によって弾圧され続けていた、スカルノとハッタなどの民族主義運動の活動家と協力体制を取り、さらにインドネシア人を軍政府の高官に登用した、ほ、インドネシアという呼称を、 公の場で使用することを解禁するなど、インドネシア人を差別し弾圧した、オランダ人とは異なった政策を取った。なお、日本政府及び、日本軍は、スカルノや、ハッタラが求めた殺急な独立こそ認めなかったものの、1943年10月には、日本軍の協力を得て、インドネシア人指揮官が自ら率いる、民族軍である土防衛義勇軍、ペタを組織するなど、 日本軍政下ではあったものの、インドネシア人はこれまでのオランダ統治下では決して得ることのできなかった権限を得ることとなった。その後日本政府は1944年9月3日にインドネシアの将来的な独立を任用する小磯声明を発表、さらに1945年3月には独立準備調査会を発足させ、スカルノや ハッタラに独立後の憲法を審議させ、8月7日にはスカルノを主席とする独立準備委員会を発足させた。しかし、8月15日に日本が連合国に降伏したために独立が保護になるかと思われたものの、8月17日にはスカルノとハッタが民族の名においてインドネシアの独立を宣言した。オランダはその独立を認めず、東、 インドを最植民地化しようとしたが、武装勢力、正規軍、非正規軍を問わず、ごく一部には帰国の足をたたれた、旧日本軍の南方方面軍の残存兵力も、含まれたとの力衝突が頻発した。なお、前述の共同防衛義勇軍は、武装勢力の中心を担うこととなった。その上に、独立後は、初期のインドネシア国軍の一部を構成することとなった。かつて、 オランダ領東インドと呼ばれた領域は、インドネシアとして生まれ変わった姿で、オランダの再来を拒んだのである。本土が荒廃し国力が低下したオランダは、もはや独立戦争を戦い抜くことができず、戦争は4年の歳月を経て、和平合意に至り、インドネシア連邦共和国の成立が承認された。1903年に、現在のインドネシアの前身にあたる、 州制度が導入される。また二つのスルタン製の君主国もあった。1879年頃、日本人が続々とポンティアナックに渡ったとされている。1916年以前に、スラバヤ市に日本人は進出しており、台湾籍の日本人も少なくなかった。九百十六年にはそこに、三井物産会社出張所、台湾銀行出張所、大阪福島洋行 東京塩田に紹介支店、東インド貿易組合、橋本、岡崎、高橋、その他23の雑貨店があった。1920年10月に、バタリアにおいて、日刊法事新聞のウリア日報が発刊される。また、南洋協会ウリア支部が月刊誌の乱領東、インド時報を発行した。1933年9月、ランイン政府は明らかに、 日本商品の進出を阻止することを目的とした緊急輸入制限令を発布し、セメントの輸入を制限し、12月にはビールの輸入も制限した。日本の外務省が対策を考えていたところ、オランダ政府が貿易調整を目的とした会議の開催を希望したため、結果が出るまで日本に不利となる新措置を取らないことを条件に、1934年6月8日から、 日覧本会賞が開始されたが、成果なく1934年12月21日に一時打ち記事となった。会議中においても、ランイン政府は約束を無視して、陶磁器、鉄フライ鍋、サロン麺布、プ、サラシ麺布プの輸入制限を新たに開始し、会議打ち切り後は44種の商品に、対して制限令を乱発し、日本とランインは対立の状態となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。